こっちの、セリフ。よし。やったわ。あの程度で私がやられるわけないわよ。もう頭にきた、ラストワードで口らせてやるよ。そっちがその気なら、こっちも同じよ。それじゃあいざ尋常に。勝負といこうじゃないの。暗いなさい、敵信用の演劇。それで勝てるとでも、スカーレット・ディスティニーを食らわせてやるわ。なんで、ここに。病院ですが。迷惑だよ、なんで今帰ってきてんの。毎度喧嘩すっから、一度診察してもらおうって、小石と一旦応したわけ。理由は分かったけどさ、かすりの状況は何。小石と手に持ってる。信用様に聞いてくれ。理解しましたよ。妹たちにボコボコにされたお姉様、診察室まで来てください。呼ばれたし行こうか。おい、行くぞお姉様たち。当たり前だろ。喧嘩した罰だよ。そんな。手遅れですね。結論はいいよ。理由はありますか？ DNA がもうあれだね。遺伝子に喧嘩ってプログラムされてるわ。私の顔見て言えるか？アメク？いいよね。今日はね。お姉ちゃんまだ起きないな。そんなわけで診断は終わりだから、他に何かある？お姉ちゃん起こせます。これで OK。ありがとうございます。それじゃあ失礼しますね。はい、お大事に。お姉様にも同じの一発。OK よ。今なんと。の喧嘩は治らんか。喧嘩するほどってやつだよ。にしても静かだな。診察室まで運んだんだから、今は私を許しなさいよねー。なんて言いそうだけど。なんですって、あの状況なら運んで当然でしょうが、ありきまだかー。って喧嘩すると思ったのに。楽しみかけてほしいよ、遊びに行くぞー。あれは私もだー。いや、私もだー。小石。うん、わかった。実は喧嘩だー。あ、薬間違えたかも。え？あの薬なんなんですか？カブトムシに異様に惹かれる薬、ま。大丈夫でしょうよ。切らされてもカブトムシへの愛は止まる。あれ、私たちは何を。よく思い出せないわ。妹たちの目が怖いけど。もう一発やってもいいよ。力が溢れて止まらんからな。すいません、勘弁してください。私の華麗な霊夢。全く打てなかった。華麗な霊夢だっけ。リプレイ検証は。あれ、すいません。どうして歪んだ世の中で君はまっすぐ。気がついてるか、敵倒したこと。気がついてないでしょうね。だって SNS でアリガメ全部溶かす人の顔してるもん。全然ありだと思います。うん、楽しまないでね。今負けてんだから。はーい、全て倒してやる。私は決めたわ。妄想の次元、現実と別次元、無限の次元は勝つ。スポーツの試合ってさ、試合前にこっちが歌うじゃない。何してんだあんた。スラ君もね、立派ないいスポーツなのよ。だから塩辛ぶしと。私が言いたかったこと言わないでよー。あ、ごめん、本気だったわ。本気よ、本気。どう本気よ。あ、絶対みんなで歌ってきたことあります。歌詞覚えてません。一緒に集中してよ。フラン節歌ってやるー。あ、実況実況。カウント2ができないな。私はね、死ぬつもりなく使うから。同じく、やられても知らん。やられても問題ない。味方さん最高っす。このままノックアウトまでいっちゃって。負けてない。カウントすっごくやばくない。ちょっとできないですか。冷静になるのけ。まずはこっかどっちょ。カウント冷静になるよ。やめてくれ。過去最弱くらいにしてよ。毎秒は無理。無理です。初めて初戦で負け。いつもだったら1回勝って、その後に3連敗だったから、これは3連勝クラブよ。確かに、3連勝のクラブが立ったか。そういうことから3連勝よ。連勝のクラブか。3連敗かもしれないのに。砕けるからやめとけ。それか修復が大変。流水のごとく散ったね。味方も同じく。まだ序盤だから。こっからよ、こっから。試合は急には動かないわ。お帰りください。にしても全く進んでませんか。こっから進むんですよ。欲に解決だ、欲に解決だ、欲に解決だ。今のこの状況なんですか。私が何したっていいんですか。言えない気にせん。いつも言えないのか。今のことに味方こも怒ってんのよ。どういう状況なんでしょうか。どういう方なのではない。自宅に帰宅
くよ。で、ここも仕分け。それで？まずは撃ちます。ここショット撃ちます。味方が敵を倒します。もうこれ、いるわ。足りないな。関門まで進みたいと思います。行くぞー。下の攻撃中。出なかった、しちゃうんだ。しちゃうんだ。押し込めばノックアウトあるぞ。狙い撃たないと、それこそ下に刀を撃ちだ。スペシャル撃たれてるけど。ノープロブレムよ、フライン。一撃必殺の、ギャーギャーに任せな。次はここにしてやるぜ。あ、ちょっと味方さん、そっちに構えて。死ぬぜ、倒しましょう。それが一番大事。さらに敵の数は残り一人。これを気合にかけといているようなもの。エリアスカルトもいます。めっちゃ味方でかい。打ち込んであげるよ。なにこれ。進むぞ、カウントリバックス、手の前に出ません。自分以外はいないよ。終わりだ、もう終わり。黄色インクのさ、ゴールすれば楽じゃね。それはどうやるの。雨降らし先輩速計画。それってスピードの。もちろんそういう。全然早く終わるよ。ああ、出てこないでー。私はインクリからの。10倍足りませぬな。毎秒は無理だってば。イメージならできるでしょ。無理です。3連勝ならぬ3連敗王手です。追い倒しに行こうぜ。おかしくなるなら3連敗後手。え、倒しの準備万端です。手遅れのようです。植木鉢に植えたらさ、新しい芽が生えてきてまともになるんじゃないか。試してみようか。やめてください。おっと、ここまでよ。簡単に進めてないわ。毎回やれないそれ。はっきり言った方が見事。できるわけないでしょ。できたらSクラスよりいいなのよ。チャンスはものにする。誰でもそうする。鹿でもする。ここもって関門高いよ。だったな。安心と安全の進みです。味方さん守ってください。大切なここなんです。みんなで守る。ちょうだいだね。カウントリバサー。一回登って関門突破の代償。味方が2人爆弾しました。でもあるぞー。攻撃しますー。満身やねーちゃんちゃんと。満身なんてしませんけど。簡単に走って簡単避けたくれてぃされたわけじゃない。乗り換えてばいいのさ。その判断は何。何も見ていなかった。いいわね。落ち着いてないことがわかります。落ち敵は倒した。新しい方が起こんじゃないよ。自分も早いんだよ。アムナカナコトナイナシャンドスカヤコリディメイテラサンリンピタスウィオサンリンパイホイコロウベントアスツホドダベナクンダダ。皮肉のいること言ってたけど、3ぐらい倒してるんだよね。混乱の音の方が耐えてるのか。他の音がないか研究しよう。海を見ましょう。はい。必殺イモリのメリリア。やめて、イモリとかやめるでー。必殺技には触れないのね。無限になれるんです。そうなんですね。はい、やめてください。どっちも考えてみたら押し込んでる。また感じだよ。進むんだお姉様。お姉さんパワー置いててやるわ。私もやめてくパワー置いててやる。カウント13もリードしたぜ。残り1分絶対一周よ。エアフロって飯は入ります。やめんかアンポンタン。守りきれるかな。大丈夫なんじゃないのかな。多分なんか危険な匂いがしたので一回逃げます。逃げます。なんか強いな空気が。大丈夫だと思うよ。勝ちちゃったので。やばい、本当にやばいから。やめてくれ。安全対話や。現実は無情なりです。ノルマ300はダメか。毎秒は本当に無理だって。てか、3連敗よ。何回消火栓すればいいんですか。もうメンタルボロボロです。でも負けるのさ。お姉さん達が上手くないからだよね。はい、お姉様たちが爆発しました。残機がなさそうなので実況はここまでかな。それではここまでご視聴ありがとうございました。またまた次回も消火栓からなので生ぬるぬるで視聴してください。お姉様たち何かあるか。ありましょう。そんじゃあ次回の動画でもゆっくりしていってね。